こっちじゃねえ。ハンバーガー屋さん。下画面での移動。ちゃんと疲れるんだな。これだったらスティックの移動の方がいいかな。よし、とりあえずピザ屋さんに到着しました。はい、ピザどうなってんだい。おー、リオがまたな。お客さんが今ピザ売ってないんだ。ピザ屋さんでしょ。焼き上がりに納得いかなくてね。こんなんじゃヘナヘナベーコンだよ。トッピングのベーコンがカリカリに焼ければマンマミーヤマンミーヤーなピザになるんだけどな。このままじゃピザが買えませんよ。よし、ベーコンをカリカリにする妖怪とかいるんじゃない。そんな都合がいるいい妖怪なんているわけや。カリカリベーコン世の中って広いですね。とにかくカリカリベーコンは倉庫マーケットの肉や。よし、行ってみよう。でも注文受けといてあのピザ持ってかないのはダメだと思うよ。まずはカリカリベーコンを。カリカリベーコンを捕まえに行こう。市役所。よし。と。カリカリベーコンがよく潜り先の肉屋さん。どこにいるのか探してみよう。よし、なるほど、 あれだな、すげえ動いてるのあるわ。お前か、犯人はお前か。おお、あの真ん中のやつ目かと思ったら口っぽいね。役場見つけてくれたな、カリカリ君。カリカリしてるんだ、カリカリにしてやるぜ。カリカリにしてあげる。あー、陣形直さないとな。みんなで一匹の敵を集中攻撃ですよ。サボってるようがうまく狙えばボロボロ落としますよ。たまにちょっと通りますよ。ピンで狙えばいい感じ。サスライダーも見つけたら割っちゃいましょう。暗い。暑いです。暑いです。燃えるがいい。あ、炎攻撃ダメージにならねえ。おお。やるにゃん。揃えろ。あ、そういうことね。チャージ完了。いけ、チバニャン。ラグレズミク級だ。メラメラ4の攻撃はあれ炎っぽいから効かなさそうだ。やったぞ。あれでもベーコン焼かれるともう別のものになるんじゃないっていう気はするよね。炎効かないって。レベルアップ。パラメータメリメリ上がるよ。カリカリベーコンは友達になってくれるのかい。なってくれた。カリカリくんだね。ガリガリくんのように。おまかせ。カーリーベーカリービーコン極うまベーコン。カリカリくん、あえてくんはひらがなにしよう。カリカリくん、コンビニで60円とか70円で売ってそうだ。シャキン。何かあったらやめよう。じゃあな、カリカリ。やりましたね。うん、ウィッサー。妖怪スポットアプリ。あったあった。ウィッサー。時々覗いてみるといいですよ。カリカリビーグずっと友達になれたことですし、ピザ屋さんに行きましょう。ピザ屋に戻る。こう行こう。斜めにね、横断する。現実じゃ絶対しちゃいけないよ。事故った時泣くからね。この解像度でね、車の位置なんか分かりゃしねえっていう。行こっか。
ピッツァピッツァピッツァレラ。店内から妖気を感じます。よし、どこかに妖怪がいないのかい。ちょっと先に並び替えを。召喚妖怪スポット、どこで買えるんだ。並び替え人形召喚、ここか。違うな。大辞典トロフィー、ここじゃないのかな。あそこじゃないとできないのかな。どこだこの人形。ここだ。これは Q だ、 Q 様だ。違う、謎の盾札。これは何だったっけ、忘れちゃったんで。ウィスか、謎が書かれていて、正解すると謎な場所がで、それに連れてこなきゃいけないんだよね。あったあった、何か起きるってやつだ。いいことが起きますと。でここに今回はカリカリベーコンを連れてくるんだ。謎の盾札です。答えの妖怪を連れてくるとそういうことが起きるはずですよ。この妖怪誰だ。はい、これどうなんだろうね。カリカリベーコンって漢字とひらがな、漢字とかねえか、全部ひらがなでいける。ベーコン、この伸ばすやつをさ、波線にするとかでも OK？ あ、OK だった。カリカリベーコン、見た目はベーコン。結構柔軟性あるのかな。出た出た。そしてここに呼び出せばいいんだ。呼び出す、基本マイナスはないはずだからね。出てこい、俺の友達カリカリベーコン、妖怪メダルセットオン。バンクなかった。カリカリベーコン、やりましたね、やったぜベーコン。ね、お願いがあるんだカリカリ君。カリカリにしてほしいんだ。いいじゃねえか、やってやるぜ。ピザ焼けた？ベーコンヘナヘナのままさ。怒らせようぜ。面倒な妖怪だなこいつ。呼び出しておいて面倒だと。頭にくるぜカリ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 。急にベーコンがガリガリに。マッマミーマッマミーよ、マッチリピザ焼くよ。あ、なんだよカリカリカリ。ピザ届けてやるから俺に渡しな。警察官のお兄さんに頼まれてピザ受け取りに来たんだ。仮に届けたってくれ、マンマミー。マリオじゃなかった、マルコ。行きますよ。ちょっと食べちゃダメですよ。半分ぐらいならいいんじゃねえかな。ピザはね、アメリカそんな高くないよね。日本はほんと高いけど、あ、それなりの値段するな。 6.5 ドル満点スタピッツァ22ドル。高えよ、高すぎるよ、高すぎるよ。さあ、お届けに参りましょう。行きます。走るんだ、俺ダッシュ。お腹が空いちまってパトロールに行けねえぜ。じゃあ腹が膨れたらとっとと行ってきな。あら、やった。おう、この香ばしいベーコンの匂い、ボーイ、カリカリベーコンピザをミニプリーティーズ。あら、くれてやるぜ。ワンダフー。
ワンダユーさん生き返ったぜ。ピザは最後だぜ。このベーコンカリカリピーガンバネボイアンギルぜ。パトロールに行くぜ。おうよ。こうしてこの町の平和は守られたのでウィス。一人の少年と一枚のピザによって。ウィス、ウィス、アミカタでウィス。お、経験値もらえるパーティーに15しかもらえない。アイテム、錆びた指輪。あ、そうだ、アイテム出てたな。ルーレットボーナス、大当たり、大経験値玉。自分で貯めれんの？あ、すぐ止まるな。粗品だ。あれ、映像なくなったの？なんかアニメーションあったよね。行ってきたよ。あー、なるほどね。ウォンテッド妖怪の情報。情報は来ておらん。どんなもらえるのかな。何が欲しいのか。身代わり人形、大経験値玉、神経験値玉、攻めの秘伝書、術の秘伝書、必殺秘伝書系。おお、金魚の提灯、これ合成用か。邪神の塊、暴虐の塊、ダンベル、御影石、メリケンコ、メリケンコ。そういうのもあるのか。調理器、太陽、豪気、幻影の意味。結構いろんなもんあるな。あった、虹色のラッキーマフラー。ゴール時に、これ早めに欲しいな、これ。ゴール時、何のゴール？イカダのカスタマイズパーツっていうから、川下りかなんかできんのかな。まあ、ウォンテッド妖怪いないから、ためようがねえんだけど、WP。じゃあ次のやついくか。妖怪パッド？クエスト。一つ目 OK。箱に取り憑かれた男。あったね、箱。バス釣り。なるほどね。今、こっちにいるから、箱男から行こうかな。箱男は右下の方だったと思う。割と広いんだよね。早く自転車欲しいな。走ってるとすぐバテるし。で、この3つのクエストを終わらせたら、多分お父さんの会社に行くイベントが始まって、そこでマックと仲良くなる的な感じ。結構長いな。あったあった、ボックスハウス。微妙にかわすと大丈夫だったはずだから。じゃあマインクラフトでもやらせてくれんの。おじさん、おじさん、ハロー、ご機嫌だボーイ。君見るからに好奇心が強そうでいいね。おじさんピンときたぞ。変わった箱を見つけたら開けたくなってしまうタイプだろ。そうですね、君も箱が大好きなのだね。箱仲間だ。変な人に捕まっちゃいましたね。二人の出会いの記念に秘密の約束を交わそう。怖がることはない。受けますか？グッドな返事で。そう、秘密の約束についてだが、他の人に聞かれると非常にまずい。家の中でするから。これは入っちゃダメだよ。事案発生だよ。箱に取り憑かれた男。はーい。って入るだけでしょ。行ってみよう。すっげえ箱、でかっ。開いた、びっくりした。これどうやって入ってたの。戻せない、戻せる、どっちなんだい。箱まみれ。開かない。あ、やったぜ、金銀財宝。箱大好き、猫大好き、クリス、猫大好きじゃない。お、宝の地図だ。箱の家とドーナツ道路。宝の地図なのさ。やったぜ。あ、知ってる、そこ。ちょっと下塗るロリータじゃなくてロータリーじゃねえか。胸が熱くなるぜ。
宝箱が眠っているはずだ。オーケーオーケー。椅子？あっという間に宝箱を見つけてきてしまうかもしれない。もう一つプレゼントがある。宝探しアプリ、ベリーナイスなアイテムなのさ。男のロマン、人生の縮図なのである。少年よ、大将よ、だけ宝箱を見つけたそのだ。となんだろう、アラビアのランプみたいな、カレール入れみたいな感じのやつが。宝箱の地図を集めましょうと。鍵がかかっています。ピンを叩くのです。箱は消えてしまうようですが、1日経つと復活。ちょっと待ってください、この辺りじゃないですか、知ってるから。まあ今回はね、チュートリアルイベントだからね。知ってるよ、そこの車の下だ。こんなもん持ち主が移動させたら終わりじゃねえかっていうね。さてタッチペン、さあどんな感じ。スタート、意外にゆっくりだね。ちょっとずつ速くなったりするのかなと思ったけど、そんなこともない。うん、 このレベルならミスる要素はないな。完成されちゃった。はい、バカっとね。一体何が入っているの。石油王のか、あ、やっぱ合ってた。あ、なるほど、その宝箱があるってことか。お宝ゲットです。カレーが入ってるやつだよね。カレーポットです。まあいっか、お宝って感じだし。で、この一つ目のお宝だがこのアイコンになってただけか。宝の地図、宝物、結構あるな。宝の地図はまだ1枚だね。うん、まあ宝の地図と宝の数はイコールかな、普通に考えると。タコおじさん、取ってきたよ。グライト、全部で20枚、結構ある。19個もの宝があるということなんで、ワクワクするだろ、うずうずするだろ、楽しそうじゃねえか。私のとこに来ておくれ、ものすごいお礼用意してるからねって。見つけてからのお楽しみさ。なるほど、一理ある。それではアディオス。お見事、お見事。みんなレベルアップ。お、スタミナムだ。スタミナムをわざわざね、アイテム欄開けて使うほど効果長くねえんだよって。大当たりの大経験値玉があったら一瞬でレベル上がるんだけどな。さあて、あとは釣りか。釣り釣り、どこにあるのかなと。案内してもらう方が早いな。解決。右上だ。イースト歌集地区、まあそのうち行くこともあるだろう。一つずつ順番に進めていこうぜ。出れない、出れないとかやだよ。出れないパティーンか、出れないパティーンだ。妖怪入れ替え、
バトルメンバー、やっぱここか。横並びの方がいいだろう。一応現時点だとジマニャンが一番強いのかな。抜け道がない、抜け道がない。出たい、出たいんだけど。あ、よかった、裏口あった。ふう、助かった。